日頃からご先祖様を敬い、連々と語り継がれ、引き継がれてきた歴史、そして生活文化の豊かな町だと思います。ドドーンと目の前に広がっているこの一帯が、与野主の墓という史跡でして、鹿児島県の指定文化財にもなっています。お墓というと、一般のお墓のように墓石があってというのを想像されていたかもしれませんが、石灰岩の崖を掘り込み、石積みで作られたこのお墓のスケールの大きさと美しさには驚かれたのではないでしょうか。では、ここに眠ると伝わる与野主とは一体誰のことなのか気になりますよね。今から約600年以上前、この沖永良部島も琉球の一部でありました。その当時琉球は北山、中山、南山の3つの勢力に分かれ、覇を争う三山時代だったと言われています。与野主自体は琉球時代それぞれの地域や島を治めていた在地首長のことを指すのだそうですが、その中でも北山王の次男でこの島を治めていたとされ、中山の覇権から島を守るため自害したは松潤のことだと伝わっています。まだまだ謎の残る場所なのですが、このお墓には与野主とその妻、息子、4人の家来が眠ると伝わり、今は島の守り神として大切にされています。最近では与野主の墓や城跡周辺、それよりも古い時代の遺跡などの様々な出土品の調査も行われており、昔の人々の生活文化の様子や琉球沖縄との歴史的接点が少しずつ分かってくることで、現代を生きる私たちとのつながりも感じることができますし、次の世代へも大切に引き継がれていくといいなと思います。